はい、こんにちは。今回は野獣や野性味あふれたボクサーの獰猛な試合を紹介いたします。あまりの強さからミドル級の世界王者たちが対戦を嫌がったため、長年無冠の帝王と言われたマービン・ハグラーが WBA、WBC 世界ミドル級王者のアラン・ミンターに挑戦しました。攻撃、防御、タフネス、スタミナ、精神力と全てが超一流のハグラーはミスターパーフェクトと呼ばれており、序盤から打ち合いを仕掛け、見事な連打で攻勢に出ました。迎えた第3ラウンド、ハグラーの攻撃で出血がひどくなったミンターの心が折れ、セコンドが試合を放棄し、ハグラーが54戦目にしてようやく世界王者に戴冠しました。無敵の世界王者ハグラーは7度目の防衛戦にウィル・フォード・サイピオンを迎えましたが、この試合は新たな団体の IBF 世界ミドル級王座もかかっておりました。序盤ハグラーはいつも通り相手の出方を伺いつつ、サウスポーからの右ジャブを中心に多彩なコンビネーションパンチを放ち、挑戦者を追い詰めていきました。第4ラウンドに入りますと、絶対王者ハグラーが強烈な左ストレートと右フックを連打で放つと、挑戦者ファイピオンは前に崩れ、そのまま10カウントが数えられました。ウガンダ代表で出場したモスクワオリンピックで銀メダルを獲得したジョン・ムガビは、プロ入り後は野獣と呼ばれた破壊力で26戦全勝すべて KO 勝利で、スーパーウェター級の世界王者たちはムガビを恐れて挑戦を受けようとしなかったのでした。しかし統一世界ミドル級王者に君臨していたハグラーは野獣退治を引き受け、野獣は階級を上げてマーベラスと呼ばれた完璧な王者のハグラーに挑戦しました。序盤ミドル級最強王者のハグラーは野獣のパンチを警戒し、防御に重点を置き後手に回りましたが、タフで頑丈なハグラーは野獣のパンチに耐え、攻勢に転じ、真っ向から打ち合いに応じ、試合はだんだん激しくなっていきました。野獣のパンチを見切り出したハグラーは、打ち合いで優位に立ち、強烈なパンチを野獣に叩き込みましたが、野獣ムガビは 51KO を積み重ねた王者のパンチを想像以上の頑丈さで耐えて反撃し、絶対王者のハグラーの苦戦に観客は驚いたのでした。迎えた11ラウンド、王者ハグラーはマーベラスを証明すべく倒しにかかり、容赦ない連打を炸裂させ、ついに野獣退治を完遂しました。元 WBA 世界ウェルター級王者ピピノ・クエーバスは35勝15敗と敗戦が多いのですが、プロデビューが13歳11ヶ月と早すぎたので、キャリア前半に負けが込み、
18歳で世界王者になった時は、とてつもないパンチ力で世界王座を11度も防衛したのです。35勝のうち KO 勝利が31を数え、とんでもないパンチ力で世界王座を防衛中に、アンヘル・エスパダ、ハロルド・ウェストン、ビリー・バッカス、ピート・ランザニーの4人の顎を折ったのです。1978年3月、 WBA 世界ウェルター級王者クエバスは5度目の防衛戦でハロルド・ウェストンと戦いましたが、ウェストンのスピードに翻弄され、序盤からペースを握られました。7ラウンドや8ラウンドにはウェストンの連打を受けて防戦一方になる場面もありましたが、9ラウンドに王者クエバスは猛攻撃を敢行し、攻勢だったウェストンは強打を滅多打ちされました。王者クエバスは不器用で防御がいまいちなのですが、パンチが強烈すぎるので、ひとたび攻勢に出ると相手は反撃ができず KO されてしまうのです。WBA 世界ウェルター級王者クエバスは7度目の防衛戦でピート・ランザニーと戦いました。クエバスは初回劣勢でしたが、2ラウンドに逆襲を仕掛け、持ち前のパンチ力で難なく形勢を逆転しダウンを奪いました。ランザニーは倒れても起き上がりますが、すぐに滅多打ちされ一方的になったところで、レフリーが試合をストップしましたが、すでに顎の骨は折れておりました。クエバスは12度目の防衛戦でトーマス・ハンズに敗れ、 WBA 世界ウェルター級王座を失った後、世界スーパーウェルター級王座の挑戦をかけて石の拳ロベルト・ドゥランと激突しました。ハンズに敗れて勢いを失ったクエバスに対し、3階級制覇を狙うドゥランは勢いがあり、野性味あふれたファイトでクエバスを圧倒し、第4ラウンド強烈な連打を炸裂させ、顎割りパンチャークエバスからダウンを奪いました。クエバスは起き上がって打ち合いますが、ハンズに KO されて神通力を失ったクエバスは石の拳に粉砕されました。角刈りで武骨な風貌のジュリアン・ジャクソンは凄まじいパンチ力で衝撃的な KO を量産する反面、防御面に甘さがあり顎が弱いという特徴を持っております。中間距離より少し近い位置からのフックに強烈な破壊力を持ち、被弾した相手は失神したり棒が倒れるようにダウンするシーンを生み出しました。倒し屋ジュリアン・ジャクソンの持つ WBC 世界ミドル級王座に挑戦したのが、これまた倒し屋のジェラルド・マクラレンでした。ジェラルド・マクラレンは殿堂入りのトレーナーエマニュアル・スチュワードの下でトレーニングをし、
アマチュアでも傑出した実績を残し、プロ入り後デビューから10連続 KO とハードパンチャーぶりを見せつけました。初回からマクラレンは王者ジャクソンを恐れず攻撃をし、ジャクソンが受け身に回るシーンが多くなり、迎えた第5ラウンドにマクラレンの強打が爆発しました。WBC 世界ミドル級王者となったマクラレンは3度目の防衛戦で再びジャクソンと相まみえました。